40後半のおっさんなんですけど、最後にリングの上で会いたい人がいるんで。帰ってきたぜ、バクワン大槻春明。独特な構えから一気に襲いかかり、パンチのラッシュで対戦相手をマットに沈める。1999年のデビューから18連勝でキャリアをスタートさせ、第3代クラッシュスーパーフェザー級王者として一時代を築いたバクワンが、6年ぶり47歳にして小足のリングに帰還。クラッシュがやっぱり、いや、日本で一番面白いイベントなんじゃないですか、格闘技の。スポーツやってるんじゃなくって、まあ本当にこう生きるか死ぬかの戦いみたいな感じのやっぱり気迫はありましたね。令和3年のクラッシュにバクワン投下。当たりは倒れると思いますけど、まあ、昔より多分パンチ力でついてるんじゃないですかね。はい、こうギラギラしたオーラ、まあもしかしたら俺だけかもわかんないですね、今度ね、はい、かつての宿敵も興奮。びっくりしたし嬉しかったですよね。また大槻春明が見られるっていうことが単純に嬉しかったです、うん、もうやっぱあの頃のままでいてほしいですよね、うん、だ今のクラッシュの選手たちに合わせた戦い方とかをするんじゃなくてですね、独特のフットワークと体のフェイント、目のフェイントから入るあのスタイルを、あのスタイルっていうのは永遠に不滅なんだと、時代は関係ないんだっていうのをクラッシュファン、ゲームファンの人たちにのど肝を抜いてほしいですね、はい、格闘技人生最終章の場として選んだクラッシュ、その対戦相手は小細工なしで真っ向勝負で倒します。逆境ソルジャー明戸仁。キャリア22戦、35歳のベテラン。自衛隊で鍛え上げられた肉体と精神力で、大槻が去った後のクラッシュで戦い続けてきたハードパンチャー。ビッグネーム相手に臆するところはない。ただのびっくりしました。嘘だろって思いましたね。ずっと格闘技やってて、で21歳でキックボクシングとか、まあ、メイタイですね、仙台のメイタイジムに入って、大槻選手はもうトップで全然バリバリやってる選手で、やっぱ試合も面白いし、やっぱよく練習中とかも真似したりとかして、まあ、本当は憧れの選手っていう感じですね。5番伝説見てましたよ、はい、あ、もう映像の世界の人ですね、はい、憧れの男でもいざリングに上がれば話は別。大槻選手またクラッシュ戻ってきても、まあ、通用しないというか、で自分でもう終わらせちゃいます。だからもう頭のへしの骨へし折ってやろうかなと思って、はい、もうこう砕く、孫を砕いてやろうかなと思ってるんですけど、もう、はい、これぞギラギラした小足のクラッシュ。さあ、思う存分壊し合おうぜ。1月23日後楽園ホール、クラッシュライト級、大槻春明 VS 明戸仁。